足立充大型新連載。上杉兄弟の伝説から26年、今再びあの明星学園を舞台に運命の兄弟の物語が始まる。足立充最新作ミックス月刊にて大好評連載中。小学館ジャンクポッドキャスト、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールドポッドキャストです。はい、お願いでします。いやー、日村さん、なんですか、相澤さん。3月ですよ、もう。何月もう3月なの？3月のセリンガンです。セリンガンです。すごいとこからセリナに持ってきれる技術、うん、これがプロですよね。どっからでもセリナに持ってきれるから、ね、そうね知らないと思うけど、うん、どっからだってきるんだろう。ちょっと ねあの人だと思ったでしょ、あの和島浩一さんだと思ったでしょ。セリナなんで、ね、セリナだって和島さんだと思ってましたけど。映画でした、セリナでした。似てるでしょ。和島さんから入れるのうまいね。ニャンニャ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 真島さんかと思ったらセリナ。いやね、セリナです。いやもう、ママセリナです。移り変わりのところがはっきりしすぎてる。それのセリナだとちょっと真島さんから難しかったかもしれない。ああ、なるほど。真島さんのはゆっくり。本当はでもちょっともっと声高かったね、でも。あ、そう、ね。本来のセリナね。あのもう。でも大倉のセリナが一番似てるんだよね。一番似てるのは実は大倉のセリナ。うん、大倉のセリナ、ちょっといい？セリナですね。セリナ、セリナ。どうも。ちょっと待ってください。あ、うん、だ、だ、だ、うん。うん、いい？いいですか？うん、どうぞ。どうもーセリナですうん、似てる。ありがとうございます。うん、よかった。はい、よかったことないですけど、あんまり。絵より似てる、似てる、やっぱり。うん。うん。うん。よかったよ。ありがとうございます。ね、もう一回、やってもらってもいい？もう一回。いい、いいよ、僕ら。いいですか？日村さん見たいって。じゃあ、うん、スリランさんやらせてもらいます。うん。ダフーセリナですほら、日村さんしか笑ってない後輩も笑ってないですか、ね、うん、うん、よかった。でも似てる、似てる、うん、笑うとかじゃないんだから、似てるか似てないかだから。そうだよね、うん、あんまり似てると笑わないって言いますし、そうそう、はい、うん、もうね、うめーって感じで見てんじゃん、うめ、うん、うめ、お母さん、うめー、うん、うめーなー、やっぱっつってそんなもんだよ。ありがとうございます。いやー、もうでも3月に入ってね、うん、あっちゅう間ですよね。うん、なんかすごい、でもいいとも終わってね、うん、今日あったかったよね。すごいあったかくって風も強くて、あれこれ何って、うん、これちょっとこれ何これ、こんなすごいすごい風さあ、どうもセリナです。ユウさんから言ったね。ユウさんから言った。ユウさんからいけるかなと思ったんだけどね。ユウさんから言ったね。好きだね。セリナ。すごいね。ユウさんも幸せできるもんね。それもね。できるよ。ね、ユウさんです。あなたセリナでしょ。ユウさんが戦ってただろう夢。もうできるよ。教えてもらったんだよ、これ。そうだよね。うん。うまい、できるよ。オクラもできるよ。オクラのユウさんが、オクラが一番似てる、結局うまいんだからね。でちょっとやりますか。設楽君はね、うまいユウさんです。ユウさん、ユウさん。ういって出てるのがあって、ういみたいなのあるんだけど、あれ何？ユウさんがよく笑うなっていうイメージがあって。設楽君はね、うい。
何言うの。設楽君って言うっけ。設楽君って言うんですよ。おさむちゃんじゃねえか。そっか、設楽君って言うか。設楽君は深いなんか今さんやっぱ全然違う。僕らのちゃんと見て教えてもらった方がいい。こんなじゃなかったっけ、うん、ちょっともらっていい。設楽君は設楽君はそういうとこだねこういう感じですよ。ゆうさんは僕からうまいからね。うまいね。こうだったっけ、ゆうさんって。そうそうそう、もっとキラキラキラって笑うから、うん、ケタケタケタって笑うんだっけ。これユウさん、これユウさんの。ユウさんこんな笑い方した？ウィーみたいな。あれ、うん、こんな感じだったと思う。いや他の人がやってるユウさんってそういう笑い方しないの。なんかああみたいなさ、なんかやるじゃん。喋りながらさ笑っちゃうみたいなやつのは見たことあるんだよ、ユウさんのやつで。うん、なんかウィーみたいなの。あやるっけ。いやでも付き合いは長いしね。そうですね、うん、まあそうだね。俺ら24、5でお会いしてるからね。うん、あごめんごめん、じゃあ、うんうんうん、疑っちゃう。そりゃ良くないと思う、うん、そうですね。あそっか、うんうんね、ここ最近何してたんだろう。なんかあった、なんかあったっけかな。早いんだよな、もう先週の小島呼んで1週間経ってんでしょ。小島呼んで1週間経ってんだよ。早くない、うん、今週1週間どうでした。早かった。結構同じ1週間のようで同じ1週間じゃないからさ、俺と設楽さんってさ。今週1週間は違った。そんなに違った。いや、あのやっぱ「ノンストップ!」分、うん、絶対思ってる感覚と違うと思うから。ああっていう意味ね。早かったな俺は。本当？うん。まあでも早いか。俺もう金曜日かと思うか、うん。金曜日をあれで一応考えてるんだよね。うん。これで終わったみたいな感じ。一応なんかこうラジオ朝までやるのが一区切りな俺もイメージ。うん。うん。ね。うん。そうそう。うん。まあ土日仕事があったとしてもなんか、うんうん、一応金曜まででなんか。うん。うん。だよね、そうそうそう。土曜そうね、金曜日で、ね「ノンストップ!」いいとも間なんかやる時もあるしない時もあるけど、ラジオっていうのがここのもうドワーッつってやって、うん、で明日そのねやったとしても「ノンストップ!」ないから、うん、なんかこの全然気持ちと一緒は違うでしょ。そう、余力で行くみたいなね、うん、それ何かね、土日はでもね、うん、まあ僕は「ノンストップ!」ないからまあうん、結構優雅に優雅なもんですよ。優雅に行ってんの、優雅に過ごしてんの、うんうん、いいね。まあのそこ見たりとかね、うんうんうん、あのなんか洗濯してみたりとかね。あそんなんだから、うん、午前中なんてもう、うん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 、すごいよね。そうそう、うん、何やってるかな。いやそうなんだ、早いなって思う時ほど何やってたかなっていう感じなんだ、うん、そうだね、うん、なんかはやってんだけどね、うん、まあ、今週というかまあだから本当もうポルシェのことばっかり言われるね俺は今は。そうだね、うん、もうポルシェ日村だから、ね、ポルシェ日村本当に会う人会う人にあれはポルシェ本当に買ったの、うすごいですね、うん、いつですか納車は。もう具体的これ聞かれることは今ここ、うん、でも本当は日村ポルシェなんだよね、起きてポルシェのこの方程式から言うとポルシェ日村じゃないんだよね。オキテポルシェさんの方程式を別に俺取ってないし別にまあそんな、うん、そうね、うん、日村がポルシェ買ったっていうだけのことだから、うん、そう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 、ポルシェのことは俺もよく言われるよ、言われるね、うん、きっとね設楽さんもね、うん、そりゃそうだと思う、うん、だそれが多いかな本当に、うんうん、うんだね。さすがに笑っていいと思う、さすがに朝皆さんで、まあ社長いないでしょ、うん、その時にタモさんにすら言われたからね、へえ、うん、あれ本当つって買ったのポルシェ、へえ、タモさん見てるんだのことにちょっとびっくりしちゃったんだけど、タモさんも結構車好きらしくて、いろいろ教えてくれたけどその時、へえ、うん、いや言われるしょやっぱ、うん、言われる、さすがに言われる。だってニュースみたいになってたよね。なるほど。番組の中の出来事がニュースに載るってさ、まあなんかあの
誰かと結婚しますとかね、うん、恋愛がどうこうとかっていうんだったらニュースになってることあるだろうけど、うんうんうん、番組の企画で買い物したのがニュースになるってちょっとないよね、うん、今までね。いや見たことないもんね。確かによく考えたらそんなさ、うんうん、ポルシェ買ってるなんて、うんうんうん、やっぱりまあ値段も値段っていうのもあるけどね。大変ですよ本当に。まあ、俺も言われるもん、あれやっぱ衝撃だよ、うんうん、だから納車が、うん、おそらく、まあ、来週ケツぐらいになる。えでも3月中旬ぐらいってこと。うんうん。いやもう全然なるから。したらだからまあまあする日ぐらい分かるじゃない、前の日とか。あまあもちろんもちろん。したらだから翌日が、うん、あの約束しましたけど、うん、ノンストップ、うんうん、だから久々に朝久々さん聞いて俺が、うんうんうん、送ってくれる、うん、じゃあその日はじゃあそれをだからその一発目にするから。うん、あのいいよ、あの乗ってもいいけど、たあの約束は助手席に最初に乗せるっていう彼女的な約束でしょ。そうそう、うん、もちろんもちろん乗ってもらって、うん、そうパンってくるから。オッケーオッケー。じゃあその日はちゃんと教えといてくれないと、うん、そう俺タクシー乗ってっちゃうから。それを俺が追うの。ちょっとそのタクシー止まんなさい、うん、言っといてくれないと分かんないから。何時出てんのいつも言えよ。大体7んな早いの7時。だって8時入りだから。ああ8時入りなの。でも結構ねそこはもうあの緩くなってきてて、うん、でしょ7時半とかに出る感じにしてんだけど、ちょっと遅れても7時40分とか45分とか。あじゃあそれぐらいに行けばいいのね。うんうん、では懐かしいねその感じ、うんうんうん、いやもちろん前の日はっていうかまあまあ多分前にも会ってるだろうし仕事で。まあまあまあそうですね。大体いくつ来るともっと前に分かるでしょ。うん、うんね、もうそうだね、もっと前に分かるだろうし、うん、そうね。何日の「ノンストップ!」ちょっとじゃあ乗せてもらおうね。うん、そこで大渋滞に巻き込まれて遅刻したら面白いけどね。嘘だろっつって。嘘だろ、うん、遅いポルシェっつって。いやポルシェが遅かったわけじゃないね、渋滞に巻き込まれたらね。いやでもたまにさ、なんで渋滞するのかなっていう時あんだよね。でもなるほどね、うん、あの首都高ってこと。そう首都高首都高、うん、そうね、うん、するね、うんうん、まあなんかこう連休の前とかさ、うん、だったらなんか理由がなんとなくわかんじゃん、うん、仕事をここまでにやる人がいっぱいいてとかさ、うんうん、あとこう遊びに行く人とかぶるとかね、うんうん、でも何でもない時にたまになんで混むのっていう時にやばいと思うね、うんうん、まあでも俺結構早めに出てるからそこの本番に間に合わないっていうのはあんまないけどさ、うんうんうん、でも時間かかっちゃった。確かに俺あの前ねあの熊本行って飛行機乗れなくてってことやっちゃったでしょ、うん、で番組一本もう全く出ませんって、うんうん、穴開けたね。穴開けたでしょ、うん、であれ以来さやっぱりさ、うん、生放送要するに朝久田さん出てるでしょ、うん、じゃない、うん、あいると思うねやっぱね。あいるっていうことの、うん、当たり前に当たり前なんだけどさ、うん、いないってことってやっぱこの人1年ぐらいもやってるのに1回もまずないんだなと思って、うん、これ俺だったら何回かやってんじゃねえかな。もうもしかしたらポカ、うんうん、いやでもだって言ってもそんな何年も仕事やってて来なかったなんてのは1回だけでしょ。それでもちろんもちろん1回だけです、うんうん、そんなのね、うんうん、だからそのやるとなったらそれは遅れないでしょ。いやちゃんといるっていうのをいやそれはもうすごい思う。ちゃんといる、うんうんうんね、いるよね。そう、うん、だたまにねたまにっていうか、まあ、そのこう「ノンストップ!」中盤ぐらいから見ることがあるわけ、うんうん、10時半とか、まあまあまあ、うんうんうん、するといるじゃない当然社長ね、うんうんうん、いるね俺は、うん、当然いるじゃない、うん、でもこの「いる」はねもしかしたらちょっと遅れてきて今はいるけど、うん、頭の声遅刻してるんじゃないかみたいな、かったのかなうん、うん、でもそんなことないんだよ。ないね、うん、それ言うしねその後多分ね。そうそうそう、遅れちゃってさ見たっつって、うんうん、そうなんだよね、うんうん、だからちゃんといるなってこれすごい当たり前のこと言ってるけど、うん、もう今後はあるかもしんないけどね。そうだちょっとそういうの期待してるとこもあるじゃない視聴者って。いやいないっていうの。いやそのハプニングってほらこっちが勝手に楽しいじゃん。まあまあ、ハプニングいつもと違う何かが起きるとドキドキするってなるよね、うんうんうん、こっちはほら別にさ、うんうんうん、楽しいというか逆にそんな事件楽しいからさ、本人はそれはもうちょっと責任あるからできないのは分かるけど、うんうんうん、
なんか期待してるとこもあるよね、なんかね、ちょっとね、うん、やっぱまあまずい責任というか、そのまずいってのもあるし、うん、あの怒られたくないみたいなのもある。あ、そりゃそうでしょ、うん、うん、ね、すげえニコニコしてた人が本気でちょっと嫌な顔とかするのかなとか思うと嫌だよ。そうだよね、いつもね、うん、もうおさむちゃんありがとねみたいな感じでしょ、うん、そんな人いないけどね。誰それ、ケイグランドさん。ケイグランドさん毎朝いるわけ。毎朝いないでしょ。いない、おさむちゃんつって大体そんな関係でもないしね。そういう人がちょっとピリッとしたら怖いもんね。怖い、ケイグランドさんじゃないけど、うん、怖い、ちゃんと手を下げよう、うんね、うん、怖い怖い怖い。そんななんかこういうラジオとかでもさ、みんななんかバカみたいにこうやって話してるのにさ、うん、なんかあった時にさ、あの辻君とかそういう人がさ、ちょっとなんかあれはちょっと本当にまずいんでみたいな感じで言われることがあったとしても、ちょっとこうあれあれって、もあれあらって思っちゃうもん。すげえやろ。めちゃめちゃ思っちゃうよ、うん、思うよね、うんうんうん、オクラとかに言われても何とも思わないけど、あれまずいっすよみたいなことで、うるせえな、じゃあお前が何とかしろよとか思うけど。そうだよね、うん、うんうん、オクラとか怒られるだろう。怒られる時ありますよね、はい、うん、お前行かないだろ、いろいろ。そうですね、行かないですね。そういう時、そういう時怒られる時あるでもあの、そんな、もうそんな、ここ怒られね、あのここを押し込したら、あの行かなきゃまずいだろってとこ行きますけど、来たね、そうだな、お前それ結構すごいな。それもあの別にそれは行きますよ。でも基本そんなに、まあちょっと俺は寝坊しがちですけど、うん、あの、まあ、そんなに大問題起きるような、あの、うん、遅刻はしないとは思いますけどね、うんうん、これは怒られよく怒られるところはあるってことじゃん。その、この人のところは遅れらんねえなってことは、怒られると怖えなっていうのを分かってるってことでしょ。もちろん全然もうそれで変わりますよね、うん、でも僕の先輩とかって年代的にも怖い人多いじゃないですか。そのそういう人もいるよね、業界が、うんうんうん、僕のより下の人たちそんな怖い人いない。そうだよね、全然いない。それはあるね、多分、うん、年代のね、まだちょっとこう一個上はちょっと武闘派な世代なんだよね。怖いなって思う。うん、ありそう。スタッフ陣営はちょっと4、うん、いいですかこんな話しちゃって、うん、僕ら年上の人って結構もうやんちゃな人がこの業界入ってると思うんですよ。僕ら世代の人って結構一線の人って結構オタク気質の人が多いんですよね。ああ、なるほど、そうだね。作家とかだから、うん、僕の知り合いとかの作家さんとかもやっぱ武闘派というよりどちらかというとオタク気質の人が多い、うん、あ、本当だね。後輩に怒ってるのはあんま見たことないです、ね、あ、本当だ。でもちょっと上行くともうオラーみたいな人がいますから。オラーだね、うん、あ、そうだね。昔ほらめちゃくちゃ怖かったって言うじゃないですか、うん、その名残がまだありますよ。でも大倉だって怖がられてんじゃないの。だから逆に言うとそういう下の方、僕武闘派ですからね。武闘派ではないっぽいけど、でも言うじゃん。全然言葉じゃないですけど、うん、だから後輩に対してはあの言うときは言いますけど、うん、全然、うん、あいにゃんの後輩にちょっとあのパンとかこう肩パンチみたいな、はい、そういうのしないです。あのちょっとこういうのしますけど、何つついてるとかしますけど、あのパンツとかはしないです、ね、脇腹つつくぐらいの。うーん、でもあんまりその肩パンチとかするような人なんてあれでしょ。だからそれは怒るんじゃなくて、うん、単純にあのそのじゃれてる、ね、みたいなやつでしょ。じゃれてる的な感じの。そんな俺肩パンチとかをしてくるなんて、ちょっと蹴っていいとか、マッコイさんとかしたらおさむかですよね。マッコイさんまさにそうだね。天然でおえやってくるんで、パンチとか肩パンチとか、ね、あ、そうだね、マッコイさん、めちゃくちゃ痛いですけどね。いや、もう武闘派だもんね、あの人こそ、うん、ちょっと蹴っていい、ちょっと蹴っていいわ、うん、あるでしょ、ちょっと蹴っていいとか、ちょっと蹴っていいって、ね、これ痛えとか、それは したらおさむかマッコイサイトぐらいですね。今それが やってないよ。もう今年40じゃないですか、うん、さすがにそんなことやってくるやつはそう、うん、あんまりないですよね。いいとかこれ痛え痛えとかつって、うん、そんな直接的な、うん、
それかあれじゃない、俺が昔バイト先でやられたやつ、あの人ですよね。設楽さんの飛び蹴り、あのハイキックらがってますハイキック空手やってるっていうそのバイト先の先輩にね、うん、ちょっとこうやって構えてみって言われて、ああそれか、うん、ハイキックを手のこうここに要は当てますみたいな、手に当てますみたいな、大倉そこにいたんだけど、うん、その時俺ヒゲ描かれてるからね、まずそうねかっこいい、すごいな、その人一番強いんじゃない、うん、その人その人ね、その人一番強いな、うん、すごいね。でも見てた大倉にもヒゲ描かれてたけど、ね、そしたら今は大倉普通にヒゲ生やしてるからね、うん、3年2年1年みたいな感じだ、そうだね、うん、絶対だもんね、うん、3年生とか2年生みたいな、あの上下はね、そうか、あの今日さ西川先生とさ、うん、西川さんね、うん、と千秋さん、うん、同級生なんだって、あ41歳、うん、1個上かな、俺の1個上、1個上、うん、で竹山さんも同級生、竹山さんも1個上、すごくね、その3人って同級生ってすごくない、すごい、でおぎやぎもそうでしょ、おぎやぎもそう、つかっちゃんもそう、あ、つかっちゃんも、うん、つかっちゃんもそう、なんかすっげえバラバラな、なんか個性的な人ばっかだ、本当だね、まあもちろんいろんな人いるけど、うんうんうん、本当だよね、うん、絶対仲良くならないようなメンバーだもんね、それ学校同じクラスにして、竹山さんと西川言ってた、それ西川さんが同じなわけないもんね、うん、あの千秋さんと西川さんも絶対仲良くならなかった、ならないだろうね、同じクラスだったら、あ、ならなそう、同じクラスだったら仲良くならなそうってよく言うじゃん、言う、日村さんと俺がさ、もし同じ学校で同い年でさ、同じ学校のクラスだったら、うん、俺は仲良くならないって思ったんだけど、うん、結果でも仲良くなってるかもね、この感じだったら、あ、そうだね、でもその時の日村さんってバリバリカッコつけてるでしょ、学生時代ってこと、うん、カッコつけてるっていうか、あのカッコ悪いなんて言われないから要するにだよね、うん、でさ、俺がこの感じで接してたら友達にならないでしょ、うん、だってだからそんな接し方してくる経験がないからさ、あの頃って、うん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 、でも吉田さんもそういうふうなことしてこないはずだもん俺に、いやでも俺は学生の頃から、うん、まあここまでこんなね、うん、いじるみたいなことはしないにしても、うん、あんま変わってないんだよね俺、いや変わってないと思うけど、うん、俺に対してやらないと思う、あの頃の俺に対しては、だって俺かっこ悪くなかったし太ってないし、いやいや俺は、うん、だってさ出会った時太ってないしそうだね、うん、俺太ってなかったんだよねあの時、うん、全然そんなブザイクだとかいうことを言ってなかったけど、こんな感じでやってたよね、やってた、うんうん、でいじるよ多分、うん、いじるというかそういう接し方する、別にバカにしてるわけじゃなく友達として、うん、いやでもそれで仲悪くはならないでしょ、うんうん、でもこっちはそうだろうね、多少ちょっと何みたいな感じで出すだろうね最初は、うんうん、なんで俺にそんなことしてくんのみたいな、面白いからだよ、いや、やめてよやめてよなんて言わないよ、痛い痛いよだって高校時代からだってもうお笑いの舞台とか立ってるぐらいなんだからそんなこと言わないでしょそうだね、うん、そうだよね、うん、うんうん、こんな感じになってたのかな結果ね、うん、もしまあ架空の話で同じクラスだったらだけど、うんうんそうだね、よくだからこういうのでさ、うん、なんか好きな例えばアイドルでも女優でもいいけどさ、同じ学校で同じクラスにいたらさ絶対告白してたかもとか、うん、と思いきや、うん、俺絶対してない自分は、うん、と思うの、うん、だって学校にも綺麗な可愛い子と綺麗な子いたけど告白してない時点で、うん、その学校がそういう学校だとしてもしてなかったんだろうなと思うんだよね、うん、そうだよね、もうどんな状況であれあんま変わってなかったんじゃないかなと、あ確かに、うん、やっぱさ学校一のマドンナみたいなのにさ行っちゃうやつってさいたでしょ、うん、そいつはずっとそういうやつでしょ、うん、モテるやつね、つても、うん、まあ、多少モテても行かないやつもいるけどさ、うん、行かないやつだ、行くやつは行くんだよね、いや俺今思うとね、うん、俺その本当に今本当に今思ったんだけど、うん、本当に今、うん、今思ったっつって今結構ざっくりな言い方じゃなくて、うん、本当に今思ったの、うんうん、今この時ね、うんうん、俺しょ考えたらそういうのあんま分かってないの、そのあの本当にモテるやつ
じゃないや、なんていうの、行くやつは行くし、うん、行かないやつはモテても行かなかったみたいなの、うんうん、そんなやつがいたかどうかが分かんないの、うん、だからそんなやつと仲良くないの、そういうモテたやつとか。え、分かる、分かんない、モテてたやついないの、友達で。いないよ、よく考えたら。え、いなかった、そんなやつ、今思えば、うん、ちょっとヤンキーっぽいやつやっぱモテてたけど、うん、そんなに仲良くなかったもんね、そいつと。うん、遊び行ったこともないし、うんうんうん、学校なんかでもそんな別にべちゃべちゃ喋るような関係性でもなかったし、うんうん、多分モテたんだろうけどそいつら、うんうん、で付き合ってたし、うん、高校の時とか、うんうん、でも付き合ってないやつもいたのかなとか、俺細かいこと知らないもんね、そいつらの。あ、じゃあそのモテてるグループとは友達じゃなかったってこと、うん、なかった。あ、うん、俺さっきのさっきまでそういうグループにいたと思ってたんだけど知らないのよ、考えたら何でも、うん、うん、なんかそういうグループにいたまではちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、あれ俺意外と知らないと思って、その一軍みたいな、うん、それが一軍だった、うん、そいつらが、うん、そこではなかった、なかった、うんうん、あれ、そう考えると、なんか過去の栄光みたいなのが崩れてくるんやけど、うん、崩れた、あれと思って、俺クラスで5位ってのはもうこれは日村勇紀を語る上ではね、うん、大自慢の一つに入るね、うん、学校でねそういう女子がやった人気投票で5位だったっていうね、うん、本当にあったんだから、うん、クラスの女子が突然言い出したんだから、うんうん、うちのクラスの人気ベスト5を言うよって突然言い出して、うん、なんだよそれとか言いながらちょっとみんなドキドキしだして、うん、で第5位、うん、日村みたいな、うん、うまいとかつって俺も、うん、ねえ、そうやったじゃない、これ5位で入ってんだよ、うん、20何人25人ぐらいいたのかな、うん、男子が、うん、今思えばね、うん、ベスト3のやつとそんな仲良くなかった俺。だからそのさ4位5位はさ女子の中でもさ、その一軍じゃない女の子たちの票が集まったんじゃない。ああなるほど、うん、そいつらはもうちょっとビビ、うん、ああそうだね、うん、だから例えばここのね今このバナナムーンのスタッフ内というか男全員でねランキングつけてっつって、例えばジャニオタとかに言ってさ、んじゃあまあ俺らがワンツー、まあ、取るとするじゃない、それは芸能人だし、うん、で3位4位にさ泥棒が入るとするんじゃん、うん、ね、そこだよね、そこに泥棒はさバナナマンさんの次俺なんだよって、例えば知り合いの女の子とか、うんうんうん、まあ、彼女的な奥さんかに言うと、うんうん、そうするとさもうそっからどんどん広がっていくとさ、じゃあしたら日村、格の話でも俺が上になってごめんね、したら日村泥棒みたいな順になって、うん、俺のすぐ上はもう日村さんみたいな、俺3位なんだよ、うん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 、みたいな、うん、そういう栄光みたいなのをずっと背負ってた日村さんは5位だっていうのを言ってる可能性は、いや可能性があると思った、そこの3位から 4位の差はすごくて、うん、そうもう団子状態の、そう本当にそう中でのっていうのはあるかも。いや今本当そう思っちゃった、だって票数なんか聞いてなかったしさ、よく考えたらね、確かに票数聞いてないと、うん、聞いてない、だって1位の人が10票取ってて2位がじゃあ5票取って、うん、3位が、うん、4票、うん、で4位が2票、うん、5位は1票だったかもしれないもんね、うん、だと全部ゼロみたいな、うん、1票だけ入ったから5位に入ったみたいな可能性あるよね、うん、それかもう日村ちょっと入れたらどんな感じかなみたいな、まあ、そういうかもしれない。いや俺ね、うん、そっちはないと思うね俺びっくりしてんだろうねその時のクラスメートとかがさ、うん、日村さんがブサイクブサイク言われてこういろいろやってるわけじゃん、うん、でも5位だったんだぜあいつ、うちのクラスのって言ったらそこに負けたんだっていうのはさ言えないよね、もうそしたら恥ずかしくて言えないよ、あいつかっこいいつか人気、まあだからそういうかっこいいランキングじゃないっていうのがまたミソなのかもね、人気者なんでしょ、ああ確かに、まあでもかっこいいやつが上位に入ってくる、もちろんそうなの、結局ヤンキーっぽいね、うん、うん、そうなの、うん、あいつはそれは2位だな1位だな分かんの、うんうんうん、うん、でもまあまあでも5総合で5位だったのは5位だったんじゃない、でも総合点でね、うんうんうん、いやそう、これ衝撃だったんだから、まあすげえっていうのもあるけど5位をすげえ自慢してくるから1位だったら分かるけど
すごいよ、自慢してくるから。いやいや、うん、そりゃそうよ、うん、その時はだってもうクソクソって言われたんだ、うんこって言われてたんだから。どんなにその人なんだ。うんこ、何だ、うんこって言われてたんじゃん、俺。お前うんこなんだから。あ、俺に。いや、そうそうそう。じゃあそれは後でしょ。いや、だから後々、うん、後そういうふうに言われるようになった時に、うん、何が何かなかったのかなって言ったら、本当それしかなかったもん。あ、うん、ね、分かりやすく数字で表そうっていうのが何だったら5位に入った、うん、とか。え、でもそんなうんこって言う前からはすげえ出会った時に、うん、もう5位っていうのはすげえ言ってた。言ってた、うん、言ってた、言ってた。そうそう、うん、じゃあ本当に自慢として思ってたんだね。いやいや、それ本当そうだと思うよ、うん、そうだね。まあでも自慢でいいと思うけどね、うん、だって衝撃のやっぱことだったから、そんな人気投票しますなんて言われることなんて、うん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 、そうだね、うん、入るんだから、ちゃんと5位に。ベスト3なら入んなかったけど、ベスト5で入ってくるあたり、うん、いやいや、すごいよ、すごいよ、うんうん、で昔の写真見てると、なんかすげえかっこつけて写真とかもすげえ撮ってたもんね。目線外してこう、なんか廊下とかで窓の外こうで見てるみたいな写真とか撮ってんだけど、 その写真とかに思いっきりコーヒーを置いた、あの跡がついてる。そう、跡がついてたりとか、グラスだ、その上にグラス置いてんの、俺がどれか分かんないけども、親か分かんないけど置いてる。そういう写真とか見せてもらったもん。そう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 、うん、だそのこと今でも覚えてるもん、うん、あれ卒業式だから、あ、うんうん、卒業式終わった後にちょっと撮ってやつって、俺ちょっとあっち見るから、うん、まあまあ雰囲気の写真やってたもん、うん、それ今でも覚えてる俺、うん、だから今さん多分その頃からちょっとずれてたんじゃない、かっこいいのを、まあギャグかもしれないけど、そういう写真も撮りながら、うん、卒業文集は頭に包丁とかサングラスかけられたりとか落書きバシバシされてる日村さんもいるわけじゃん。だから日村さんが自分で結構俺イケてるって思ってたけど、みんなは俺今の俺と一緒で結構いじってたのかもしれないじゃん。あの頃の俺ならって最初喋り出した時言ってたけど、よくよく考えれば高校の卒業文集めちゃめちゃ顔に落書きされてて、人気者だからだよ、人気者だからだよすげえ俺に言ってたけど、でもよくよく考えたら今と変わらないいじられじゃない、そんなの。本当だね、うん、T シャツに変な書かれたりとか今もしてんだけど今あれだからよくよく考えたらそういうさ、いやそうだね、本当だね、うん、今ちょっと本当ちょっとそこ思うね、うん、聞いてみよう今度同級生に、だってさ俺のことどういう風に見てたの、そこのその5位の人気はさもう人気者の5位なわけじゃん。で、うん、日村さんの下に一クラス40人ぐらい、あと20人ぐらいいるのよ、男男が20人下にいたわけじゃん、いるの、そうそうそう、上の上位4人が落書きしたわけじゃないでしょ、なんならベスト3まではあんまり接点ないでしょ、仲良くなかったからそんな、ってことは下位のやつらが日村さんに落書きしたってことになるよね人気者だから、友達が単純に書いたんでしょ、あれは人気者だからだよ、あれは。でも確かに分かる分かる、それも絶対嘘だとは思わない、うん、友達だからこそ、まあ、そのやつね、うん、のやつでしょ、うんうん、別にいじめられてたわけじゃないじゃん、そうそうそう、だけど日村さんが俺のよりし、まあ、言い方あるけど下と、その人気ランキング、うん、いい男ランキングなのか分かんないけどね、うんうん、の下のやつが上の門に対して、うん、顔頭に包丁刺さってるとかサングラス描いたりものすごい落書きされてるのよ、牙とか描かれてるそんなのさよくよく考えたらおかしな話だよね、おかしな話だよね、よく考えたらやっぱ3位2位1位のやつって俺が言ってないもんね、だから例えばまあこれちょっと違うけど大倉と俺の関係だとすんじゃん、うん、なんとなく、うん、ね、うん、まあ上下とかじゃないけど、うんうん、でも大倉が俺の写真に思いっきり牙描いたり、うん、包丁刺したりとかっていうのなんかしないじゃん、うん、しないしない、長いとかあの辺が、うんうん、みたいな感覚にちょっとここはまあ上下関係じゃないけど、うんね、そういうのはあるけど、年齢もあれだから、うん、面白い、それは面白いね、そう考えると自分の思ってた時と違うっていうさ、うん、意外と同窓会とか行くとほらあるじゃん、そのすり合わせたらあれそういう見解みたいなさ、あ俺そこまで言ったら前澤さんが言ったようなね大きい同窓会行ったことないのよ、ああの仲間内で本当仲良かったやつと年に1回ぐらい忘年会ではあるんだけど、うんうんうん、それがないんだよね、その忘年会ってだってその頃の仲間のその感じだから分かんないんじゃない、分かんない、そうでもそう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 、うん、クラスも違うからね、そうなんかその時の仲間で動いちゃう、うん、動いてるから、う
あの時のクラスの感じはわからない、うんうん、でももう結構前のことだしあんまりわかんないかも、覚えてないかもね、うん、まあね、いや知りたいね、俺どう思われてたのかなとか、いやそんな変わってないかもね、もしかしたらあんま変わってないかもよ今の感じと、変わらないもんよ、日村さんが勘違いしてたっていうことはよく今もあるわけ、今でもある、うん、そうだったんだっていうか、うん、そっちが今ちょっと近くなってきたね、うん、面白いだろうね、今その昔のどう思ってたってのが今こうリアルタイムで聞けたらね、うん、その当時のこと、あーそうだね、誰が好きだったとかそういうのもそうだけど、うん、俺のことどういうふうにみんな思ってたのとか、うんうんうん、分かったら面白いだろう、面白い、 いやショックも受けるだろうしね、相当、いや勘違いやろうかもしれないね俺もしかしたら、日村さん多分そうだと思う、うん、なんかそんな気がしてきた、出会った時だってまともじゃないなと思ったもん、やっぱ、あ、本当、うん、考え方が、うん、すごく自分をいい風に言うなと思ってた、はー、俺、うん、じゃあだいぶまともになってきてんのかな俺、いやもちろん随分時間かけてやっぱこうなんつうの、その頃の日村さんってなんかこうなんつうのかな、結構わががわががだったじゃん、わかんない、あそう、結構こうなんつうの、そうなんだ、あのまあ俺は完全にだってまあそれはそうなんだけど、日村さんの方がお笑いやってて俺なんか全然やってないのがこうポンってきて、うん、なんならだってもう舞台も立っててある程度コントとかもやって、うん、来た人だからそこはそりゃそうだろうとは思うけど、うん、なんかこうポケット手突っ込んでこうスンって見て、うん、あどうもみたいな、あまあそれはあるだろうね、格好こう今で思ったらすげえ格好つけてたというか、うんうんうん、カリスマだよね、もうそれはあるだろうね、うん、うん、だって抜群とか言ってたじゃん前も、出会った時の日村さんはすげえちょっと怖かったみたいな、要は事務所入って日村さんの方がちょっと先輩というかだから、うん、そしたらなんか事務所の抜群に対してこうなんかこういろいろ教えてくれたり言ってくるマネージャーがいて、うん、それを日村さんと初めて会った時にいきなり頭パンって引っ叩いたっていうのを見て、うん、うわこの人何者なんだっていうのがあったっていうのを俺すげえ覚えてるの、うんうん、あ俺もでも今考えると日村さんが頭パンってあんま想像できないんだよね今の日村さんから、俺もうだってそういうことしないようにしてるもんね、でもその当時やったってことじゃん、うん、そうでもそういうとこあんのよ俺ちょっとそういうヤバいとこ俺も殴りたい蹴りたいあるから、でもそれはその人に対してそういう関係だったからじゃないの、あそうだよだよね、うん、だからその当時は今はないじゃん、うん、その当時はそういう感じだったんじゃない、うんそうだね、イケイケだったろうし、うんそうだね、多分その、うん、そういう勘違いがそうだね、うん、どっかでこういやこれも違うなとか、うんうん、グッと抑えられたりとかしてやめてんだもんね、うん、まあね、なんとなく今になってんだもん、ね、で俺が相当ギュッてやってる部分は、いや相当やってるよだってそれは客観視された意見を言われてるから、うん、ねえ、うんうん、いやもちろんそうした方がいいよっていう見方もされてるだろうけど、うん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 、あのタレントとしてそっちの方が違うんじゃないのっていうことで方向を、うん、その言われてるのはあるけどさ、うんうん、そりゃそうよ、ね、うん、でもまあでもいいじゃん、よかったよ、うん、ポルシェも変えるわ、いや本当だよ本当だよ、うんうん、あのまま5位で行ってたら俺多分ポルシェ買ってないかもしれないね、あの感じずっとあのままだったな、うん、かもね、ね、わかんないけどね、うん、もっとすごくなってた可能性もあるけどね本気で5位だっていうことをいい、うん、どういうこと、いやそのまんまさ、うん、いや要はさあのこうお笑いの人ってどっかでどんどんこうグニュって潰される場面が何回もあるじゃん、うん、あるある、あ思ってた通りいかねえんだとかさ、うん、挫折があったりするけど何回もあるよねそんなの、あのアイドルの子とかのね、うん、ギューンって出てきてそのままの人ってさ、うん、結構さあのイケイケじゃん、うん、あれってでも最初の頃でしょ、うん、うん、そうで、あれってギュッてされるとこがなかったわけ、うんうん、だから要はまあ若者に多いけどそれは全般に言えることだけどさ、うん、世間を知らないから、うん、っていうのがじゃ、俺らだってそんな知ってるわけじゃないけどそういうギュッてやられた機会があるから、うん、あ違うんだ違うんだっていう、ね、っていうのがなんとなく分かってくるっていうのもあるからさ、そうだね、
やっぱ一回打たれるってのはあるね。うん、まあ突き抜けちゃえばそっちの方がすごいけど、ね、突き抜けちゃえばいいけど。うんそうそう、今パッてメール見たら、うん、あの何これ、シャウトシャウトだっけ、シェートね、ショットショットシャウトシャウトに近いシャウト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  SHOAT シャウトシャウト、小豚って書いてあった。いやパッて見たやつが、うん、小豚なんだと思って小豚、うん、豚でもない小豚なんだお前は、うんうんうん、それはさっきのね、あの俺設楽治をローマ字で書いてバラバラにして、これすごいね本当これ。一個が侍になるんでしょ、設楽治をローマ字にして全部バラすわけ。設楽最初の設楽の S と設楽の T の A とかこういうよう関わっていくと侍とシャウトなんだって、うん、シャウトってのがだから小豚って意味なんだよね、うん、だから侍と小豚で、うん、あのバナナマンは設楽治だっていう、うん、あのこの仮説どうですかできたあの一個のね発見してくれたみたいなノリだけど、要は侍と小豚の関係は設楽治のこのローマ字をバラしたのでできるから、うん、そういう関係性がもう含まれてるんですよ名前にみたいなこと言ってたんだよね、うん、でも日村勇紀でもやったらなんかなるんじゃない、うん、日村勇紀こんなうまくできたら大したもんだよ。でも日村したらはこれ同じもんちょっと似てきたね、うん、勇紀ってどうやって書いてるのローマ字で、勇気勇気勇気でいいの、勇気勇気 YUKI で YUKI 勇気パスポートとか全部こう、あそうあの棒みたいなのやるとかああいうのじゃないんだ、あのしてない雪、うん、雪日村雪これをバラして、うん、なんかいろいろ言葉作ったらなんだろうね、なんかできる、こんなすぐできねえか、いやこれは難しいな、うん、バラさなきゃいけないからね。バラさないと日村だからね。ねえ侍ってすごいなこれよくできてんな。なんかできねえかな。はあ。なんか大募集だ今できた人。最初 H にしてみようかな。言葉になんないとね。そう H の次は大体。だってもう M とか R とか来るのは絶対ありえないんだからさ、うん、大体 I か A か U かしかないわけだからね、うん、いや難しいよお医者さん。これをこの中で二人を表すような言葉になるなんてね、うん、まあ、うん、なんかできた？誰か。あれ宮崎さん？宮崎さんできた？本当？え？え？湯切りハムだって。湯切りとハムになるの？湯切りね。湯切りね。湯切り。D やっぱ本当だ。ハム。いやこれできたもいいけどこれ何がバナナマンなの？ユキリとハムでバナナマンってこのさっきのそのサムライシャウトみたいなな、ユキリハムユキリこれをバナナマンにしてよ石田さん、ユキリを何なのユキリハムで、ハムが日村さん、うん、で湯を切るのが俺みたいなノリ、うん、ちょっとこれだとなんだろうね、ハムがイコール日村さんみたいなのはなんかまあいける気がするけどね、湯切りって言ってもね、湯切りって言われても、うん、俺誰か来た、あれラジオネームとっくのマック、あ本番中に来てたけど読まれなかったのかなこれ言ったから、うん、天才設楽さん狩場でポルシェで不潔な人ハゲ作家さんこんばんは、
日村勇紀をバラすと、え、はい、いくら、ゆうま、ゆむ、はい、いくら、おいしいという意味になりました。はい、はい、いくら、おいしい、うんまってことか、ゆうま、うんま、はい、いくら、おいしいだって。はい、いくら、おいしい、日村さんの字をバラすと、はい、いくら、おいしい、うん、うん、いくら、おいしい、うん、冬未来ってのがね、え、できた、そんなのは。ただちょっとこの最初の風が、うん、HU で俺風に呼んでやってんだけど、あ、 F で欲しいよね、 F で欲しいんだけど、風、表、よ、未来、うん、未来って言うよね、未来っていいでしょ、うん、キュイ、キュイ、あれ、キュイ、マルヒとキュイってのがあるけどね、ん、マルヒとマルヒ、マルヒ と、 マルヒと、キュイってのキュイって何、マルヒはあの、うん、なんかいいんだけど、うん、キュイって何、なんだ、英語でないのかな、キュイって単語が、マルヒ、その秘密、超マルヒ、超秘密な、うんうん、ものだよね、ものだよね、うん、マルヒ、マルヒドッキリ、マルヒ報告みたいな、マルヒ、要マルヒでしょ、うん、それをキュイって、キュイ、なんかないのかな、キュイの英単語ってキュイなのかな、これ KYUI、 キュイっていう言葉ないの、キュイ、マルヒ、キュイな、誰かいいの出してくんねえかな、それは悪いんだけど、ここまでやっちゃったからもう出さないとな、サムライシャウトだからな、なんて、もう一個がシャウトもその小豚ってのもちょっと知らないけどね、ぶっちゃけ、うんうん、だった、うーん、お、来た、はい、焼きラム、ラム焼いた、ラム肉を、はい、はいはいはい、焼きラム、お、ラム、羊、ヤギの真似、俺が羊の真似、それを焼いて、はいって出す、うん、もう俺個人を話してんだね今だから、これね、うん、うん、うん、お、大黒さん来た、はい、何、ちょっとこれあれですけど、これがあるんですけど、火車、火車、おお、火車、火って何、高い車買って、火、火ってこと、火車、おお、すごい、うん、これはどんどん出てきた、はい、はい、やる気む、やる気むって何、やる気がないってこと、はい、やる気がない、やる気あるわいや、ローマ字組み合わせだから、あ、なるほどね、日村勇紀、はい、やる気も、みんなはいから始めたくなってくるの、これどうやら日村の日はもうバラさないではいって読むじゃんみたいな、日がね、うん、ヒューマ、ヒューマン、ヒューマ、ヒューマ、ヒューマ力違う人が出てきちゃった、なんか、うん、違う人っぽいね、うん、むずいわ俺の名前、うん、YAR、 YAR、 HIKU、 HIKU、 UMIUMI、うん、何これ、やあ、引く、海やあ、引く、海一応日村勇紀は全部使う、本当にこれ、ひ、うん、む、うん、ら、うん、もう勇紀ね、うん、うまいね
いや引く海引くもんね。うん、いや引く海マルヒキュイ、ちょっと難しい、ね、難しいね、うん、うん、すいません、うん、もう結構です、ありがとうございます。こんなやっていただいて、もっと時間かけたらもしかしていいのできるかもしれないね、うん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 、まあちょっと考えてる時間長かったかもしれないけど、うん、その辺はまあそこら辺はキュイキュイでしょ、キュイでできる、うん、うんうん、そういう意味のキュイってことでいいですかね、キュイ、うん、丸引き丸引きってしてください、うん、ということでね、はい、もう終わりたね、終わりしましょうかね、はい、はい、またね、ありがとうございました。 TBS ラジオジャンクのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。ジャンクでは番組の一部を有料配信しています。金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールドの配信日は毎週水曜日夕方6時からです。パソコンの場合は TBS ラジオのコンテンツサイトラジコンで、携帯の場合は TBS ラジオのモバイルサイトでお聞きいただけます。番組が聞けない地域の方や番組を聞き逃したという方、ぜひご利用ください。